株式会社平和堂は、滋賀県を中心に、近畿地方、北陸地方、東海地方で総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業。愛知県の印刷業の平和堂印刷や東京で名刺等紙未製品を企画販売している、株式会社平和堂、新潟県妙高市にある製菓業の株式会社平和堂とは、資本関係等の関係はない。 1953年12月、夏原平次郎により、滋賀県彦根市市街の土橋商店街で、丸菱百貨店のテナントとして夏原商店が開店。1957年に、靴とカバンの店、平和堂として平和堂を設立した。野号である平和堂は、創業者である夏原平次郎が、長男、平和の名にちなみ、 平和と関連づけた上で命名したもの。後に、おしゃれの店、平和堂と医療スーパーの出店を行い、1963年に3店舗を統一した大型店舗である、ジュニアデパート平和堂を発祥地に開店。1966年に、医療、雑貨、食品を販売する総合スーパーとなった。以降、滋賀県を中心に、ドミナント戦略で、 店舗展開を行い、近隣府県にも進出した。現在の本部ビルは、滋賀県彦根市の南彦根駅近くに所在し、隣接して、ビバシティ彦根がある。ドミナント戦略を特徴とし、滋賀県に81店舗、京都府に20店舗、大阪府に21店舗、兵庫県に3店舗、福井県に6店舗、石川県に7店舗。 富山県に2店舗、岐阜県に7店舗、愛知県に16店舗を構える。通常のスーパーマーケット店舗のほか大型店を、アルプラザ、小型店を、フレンドマート、または、スーパーフレンドのブランドで展開している。新規の大型店だけでなく、商店街組合と共同出店したり、他社が撤退した店舗に入居して再生させたり、マンションの1階に入居したりと、 出店パターンが多様なのも特徴である。本拠地の滋賀県においては、ユニーから得た地域ドミナント戦略を参考にし、ビワコ、ネックレスチェーン構想と称して、駅前中心街から、郊外地域まできめ細かく店舗展開している。また、滋賀県内のケンタッキーフライドチキンやツタや、北陸地域のココエスなどは、平和堂の子会社によって、フランチャイズ運営されている。 県内小売業界で圧倒的なシェアを誇り、県民生活にも大きな影響力を有する。2013年8月20日には、滋賀県と平和堂の間で地域密着連携協定を締結している。企業理念については、1972年、会社、客、生産者、取引先、社員の調和と地域社会への貢献を重視し、波を。 会社の象徴として以下に表す5つのとのお約束を制定している。奉仕のとはお客様へのサービスを第一とします。創造のとは良い品を販売します。感謝のとはお取引先との信用を重んじます。友愛のとはみんなの幸せを築きます。平和のとは地域社会のために尽くします。こうした理念を反映し、 平和堂においては売上高を、ご奉仕校、粗利益校を、創造校と呼称している。また、社風として、生産者への感謝の気持ちを育むため、食前、食後の合唱を、社員全員に励行させている。1974年に制定された平和堂のロゴは、羽ばたく2羽の鳩を図案化したもので、対立しながら、 調和を生むところに真の進歩があるという理念を表している。1971年に制定された伊東洋華堂のロゴに類似している。1989年、それまであった平和堂ショッピングカード及び鳩の謝恩券に代わって平和堂全店と定型店舗で使用できるポイントカード、ホップカードが導入された。ホップは平和堂オリジナルポイントの略語である。 初期の頃より100円で1ポイント付与され、1000ポイントに達すると、現金1000円との交換を行っている。当初は、自社クレジットカードタイプと、非クレジットカードタイプが存在した。2009年4月1日以降は、クレジット事業を、三井住友カードが引き継ぎ、自社クレジットカードは、ホップ、ビザカードに変更され、自社クレジットのキャッシングは、 同年3月31日に、ショッピングは6月30日に廃止された。東海地方には、同じ日本流通産業加盟の GMS チェーンである、株式会社グランド玉子市があり、相互に証券を犯さないよう、平和堂は東海地方へ進出していなかったが、玉子市は2004年2月19日に、名古屋地方裁判所に民事再生法を適用して、 経営破綻した。経営再建支援には、バローも名乗り出ていたが、2004年2月23日に、名古屋市で開かれた再建者集会には、スポンサーに名乗りを上げた2社のうち、平和同社長の夏原平和のみが出席した。正式にスポンサーに決まっているわけでもないのに、再建者集会に出席することは、通常では考えられないと。 同業他社から批判される異例の展開をたどった。結局、2004年3月22日に平和堂が正式にスポンサーとなる基本合意書を締結したと発表して、子会社平和堂東海が10の店舗とその従業員、全員等を引き継ぐことになった。平和堂は完全子会社である株式会社平和堂東海を設立、玉越の10店舗と関連会社2社、 事業用地、人員などを引き継ぎ、図らずも東海地方へ進出することとなった。なお、旧玉越店舗の一部では、玉越時代のロゴが、現在も継続しているところがある。また、平和道引き継ぎ後の閉店が決まっていた JR 終わり、一宮駅前の一宮本店は、2004年6月に、他店舗が平和道に転換した後も、 同年9月末まで玉子氏名義で営業を続けていた。現在の玉子市の宮本店跡地にはマンションが建設されている。2005年5月31日に柳園と業務提携を行い、同年7月11日に買収して事業を引き継ぐことを発表し、同年9月1日から100%子会社として新設された。 株式会社ヤナゲン2店と株式会社ヤナゲンストアー7店が営業を開始した。9月には同じ岐阜県を本拠地とするスーパーマーケットのバローとの間でヤナゲンストアの店舗の売買交渉を行っているという報道がされていた。株式会社ヤナゲンストアー7店は当初はそのままの名称で営業をしていたが2006年7月に 平和堂東海に九州合併されて消滅し、平和堂の店舗となった。平和堂東海は2009年7月21日を、もって平和堂に九州合併され、本社直営となった。以後、東海地方にも随時出店を行っている。湖南平和堂51広場店平和堂省某ビル、外観平和堂省某ビル、内観滋賀県と、 中華人民共和国湖南省が友好協定を結んでいる縁湖から平和道は湖南省にも進出している省庁からの省の発展のため大型商業施設を出展してほしいとの省政に応えたもので1998年に省と調査市に合弁会社湖南平和道実業有限講師を設立し調査市の中心繁華街 天津区51広場に、湖南平和堂51広場店を開業した。平和堂最大級となる、高級百貨店店舗で、湖南小発の外資系商業施設であった。従来の中国国営百貨店にはない日本式の、先進的な商業サービスが受けて、湖南省で、ナンバー1百貨店の地位を確立することとなり、高級品を買うなら、 平和堂と言われるほど圧倒的信頼を得ることに成功した。なお、51広場店の建設に際して工事現場から、三国時代の呉の大量の木管、畜管が発見されている。2007年10月1日には、同市にて中国に店舗目となる、湖南平和堂、あずまつつみ店を開業。二千九年九月十六日には、株ぶにて、 中国三店舗目となる、湖南平和道下物店を開業した。2012年8月1日、湖南平和道実業有限講師は社名を平和道、有限講師に変更し、中国における第四号店となる、お広場を、調査したケロク大道57号沿いに出店する、ことも合わせて発表した。2012年中国の反日活動による、影響日本国による、 尖閣諸島国有化を機に中国各地で発生した反日活動が暴動に発展した2012年9月15日には他の日系企業と同様湖南平和道51広場及びあずま包み店にも中国当局の許可の下でデモ活動参加者が退去して押し寄せやがて暴徒化して店内にも侵入し本店は外装1階及び内装6階までが破壊され 貴金属をはじめとする商品のほとんどを略奪された。東ずまつ店でも同様の破壊と略奪があり、両店合わせた。被害額は日本円で10億円以上に及び、数ヶ月間は営業ができない見通しとなった。店内にいた日本人社員及び現地社員に被害はなかった。カブス店も同様に襲撃され被害を受けた。なお、 平和堂での暴動の様子は映像が豊富なこともあって、かかる事件で多大な損害を受けた日系企業の代表例として日本の国内ニュースで大きく取り上げられた。中国当局はこの度の日系企業の被害に対して謝罪の意を示すことはなく、日本国側に全面的責任があるとして反対に自制と謝罪を要求し、反日デモには後押しする姿勢さえ見せた。 中国や湖南省が日系企業の損害を賠償する見込みはない。51広場と東津海店は暴動発生から約1ヶ月半後の10月27日、インターネットを通じて再び襲撃するとの脅迫を受ける中、厳重な警戒体制を敷きつつ営業を再開した。カブス店の営業再開は遅れている。 先の事件での中国3店舗合わせての直営部分の被害額は約5億円と算出され、うち4億円は保険の保証対象になる見通しとなった。3店舗の営業機械損失額は再開時期が約1ヶ月早まったことから13億円との当初の予想を下回り10億円以下に抑えられる見込みが立った。一方、直営部分と入居テナント部分を合わせて、 被害総額は、約35億円に上ることが明らかとなった。なお、暴動から再開に至る経緯及びその後の動向は2012年10月30日と、同年12月18日の日経スペシャルガイアの、夜明けでも報道された。9月18日、各社報道番組が、反日暴動事件を伝える中、朝ズバ。と、得だね。が、 平和道創業者一族を在日中国人の家境と誤報し抗議の結果、訂正、謝罪した。かつては大韓民国への進出構想もあった。韓国の経済発展が目覚ましかった1980年代、韓国財閥のヘテが GMS 事業を学ぶために日本の流通業を視察し、平和道に技術援助を申し出たことに始まる。 申し出を受けて平和堂は1989年にヘテと援助契約を締結し、韓国人研修生の受け入れや指導を行った。その成果として、翌年にはヘテ高得点が開店した。合弁会社の設立も計画されたが、韓国の流通業資本自由化が遅れたために、頓挫した。生鮮食品を主力商品とするスーパーマーケットグループとしては、 電子マネーへの取り組みを早くから行っており、国内全店舗の直営売り場で2007年9月20日までに ID およびエディの導入を完了し、同年10月10日までにクイスペの導入を完了した。また、一部店舗では、専門店街のレジが更新され、ID エディクイスペが使用できるようになった。2009年4月からは、ホップ、エディカードと、ホップ、 ビザカードの導入により、他の電子マネーでの支払いは、ポイントの対象外になった。2016年には、平和堂独自の電子マネー、ホップマネーを導入し、会員カード、ホップカードに紐付けしている。2012年7月大阪国税局の税務調査により、消費税約1億円の申告漏れを指摘されていた、ことが明らかとなる。 創業20周年記念に作られた歌。題名は、かけっこと、びっこで、全店舗で、毎時23分と51分に流れている。彦根市の広告会社社員、鈴木和彦を中心に、平和堂社員を交えて作詞された。作曲者は、記録がないため不明。歌は、羽村悦子だった。滋賀県出身のシンガーソングライター、西川隆則が、 ラジオ番組で紹介したのをきっかけに注目され、それを機に歌詞のいじめっ子元気っ子、泣き虫もを仲良しも、ママのお友でをママの後からに変更し、歌い手も大倉忍みに一新され、店内で頻繁に流されるようになった。2009年7月30日からはネット配信も行われている。頭に鳩のかぶり物をつけ、 平和堂のマークが入った服を着た、はトッピーというイメージキャラクターがいる。2013年7月から9月にかけて、一般公募が行われ、社内選考とインターネット上での人気投票を経て、3 0 3 3件の応募の中から、大阪府の女性によるデザインが最優秀作品に選ばれ、12月11日に公式発表された。 2018年12月1日からバーチャルの平和堂従業員、ハトノがバーチャルユーチューバーとしてデビューした。インターネットを通じて認知度を高め、身近に感じてもらうことが目的である。現在の店舗の詳細は公式サイトの店舗のご案内を参照。滋賀大学経済学部の元教授、小倉栄一郎がオールプラザから AL プラザと命名。 近畿滋賀県その他東海エール1921年創業の京都府舞鶴市のスーパーマーケット1978年に平和同士会社化丸善詳細は丸善を参照近畿滋賀県京都府東海北陸級大垣本店1910年創業の岐阜県大垣市の百貨店日本百貨店協会ハイランドグループに加盟2005年に 食品部門の子会社、ヤナゲンストアーと共に平和同士会社化。ありがとうございます。